先ほど来ていない。どのような事情で足止めされているにしろ、一番後になるとはいつもの彼らしかない。お分かりになりませんの？それとも気づこうとなさらないのかしら。あの人の顔つきがすっかり変わり、妙によそよそしくなったのよ。お妃様、そのあの偉そうな君主気取り、このところなんと傲慢で横柄になったことか。ひどく独断的でまるで別人のよう。忘れてはならないのは、血筋の上であなたに一番近いこと、あなたが落ちれば登ってくるのはあの人だということを考えれば、あの人を陛下のおそばに近づけておくのは賢明な策とは思えません。あの人のご機嫌というのは民衆の心を掴んでいる。だからあの人が反乱を起こそうと思えば、民衆はこぞってあの人に続きます。私は陛下のことをご案じ申し上げ、公爵の中にある危険の種を集めてきました。これが愚にもつかないことならば、女の取り越し苦労だとお笑いなさい。それを抜き取る立派な理由があれば、私は公爵を誤解していたことを素直に認め、頭を下げます。サマセット卿、バッキンガム、ウィンチェスター、それにヨークも、私の申し立てが間違っていれば反論なさい。でなければ私の言葉が正しいと証言してください。お妃様はあの公爵を見抜いておいでです。もし私に唇を切れとの仰せがありましたら、私もお妃様と同じことを申し上げたはずです。川の底が深ければ深いほど流れは穏やかなもの。虫も殺さぬあの顔つきの奥には謀反が潜んでいる。狐も子羊を盗もうとするときは声を立てません。ええ、そうです陛下、グロスターはそこの知れの男です。根深い欺瞞をどれほど抱え込んでいるか分かりません。彼は些細な罪を犯した者にも法の定める範囲を超えた異常な死刑を考案し執行しておる。そんなものは温厚なグロスター公爵の隠れた罪に比べれば些細なものだ。それもやがて時が白日のもとに去る。もうよい。世の足が傷つかないうちに茨を刈り取ろうとする皆の心遣いは称賛に値する。しかし良心に従って言えば、我が身内グロスターは潔白だ。王たる好みに謀反を働くことなどありえない。公爵はあまりに徳高く温厚特実、気性も優しく、世の失墜を図ることは愚か、悪事を夢見ることすらできない男だ。こういう愚かな響きほど危険なものがあるでしょうか。人を騙そうとするなら姿形くらいやすやすと盗めるでしょう。用心なさい陛下、私たち全ての安寧はあの裏切り者の背丈を頭一つ分引っ張ることにかかっているのです。陛下のご幸福を祈り上げます。大変遅くなりまして申し訳ございません。いやグロスター、むしろ早すぎたと思うはずだ。お前の忠義の念がもっと厚ければ別だがな、お前を大虐罪で逮捕する。サマセット公爵、逮捕と言われても私の顔色は赤くも青くもなりませんぞ。一点のシミもない心はそうやすやすとひるみはしない。泥の濁りを知らぬどんな清らかな泉も陛下に背かぬ私の心ほど澄み切ってはいない。その私を誰が告発できるというのだ。一体何の罪で。閣下、あなたには他のどんな罪よりも重い嫌疑がかかった。潔白を証明するのはそう簡単ではない。私は国王陛下の名においてあなたを逮捕。そして後日裁判が開かれる時までその身柄を枢機卿の監視下に置く。何や。グロスター卿、私はあなたが全ての嫌疑をきれいに晴らすことを心の底から願っている。私の両親があなたは潔白だとつけています。陛下、今は危険な時代です。美徳は汚い野心によって息の根を止められ、慈悲は憎悪の手によってここから追い払われる。不正が大手を振ってばかり通り、公正は陛下の領土から追放される。私にはわかる。彼らの陰謀の目的は私の命を奪うことなんだ。もし私の死が
この島国に幸せをもたらす。そして彼らの暴虐の終止符となるなら、私は喜んでこの命を捧げます。しかし私の死は彼らの芝居の序幕に過ぎません。今はまだ安泰だと思っている命がさらに数千失われても、彼らの筋書きによる悲劇は幕を下ろさないでしょう。ウィンチェスターの赤く光る目は心の悪意をしゃべりまくり、サマセットの曇った額は嵐のような憎しみを示している。切れ者のバッキンダムはその下で心にわだかまる悪意を吐き散らし、顔面の良くない犬目は月を掴もうとしたものの、動かしすぎた腕を私に引き戻されたため、偽りの告発を武器に私の命を狙っている。そしてオキサリ様、あなたはこの者たちと手を組んで、私の頭上にいわれのない汚名を浴びせかけ、私が敬愛してやまない陛下を私の敵にするために、全力を挙げて陛下のお心は降り立てた。そうともあなた方は額を寄せ合い、私はとうにあなた方の暴義に気づいていた。無実の私を亡き者にしようと図ったのだ。どうせ私を死刑にするための偽証とか、私の罪を増大するための裏切りが、これでもかこれでもかと出てくるのだ。古いこの座にはある通り、犬を叩く棒はすぐ見つかる。陛下、彼の暴言は聞くに耐えません。反逆の密かな刃から、無本人の暴力から、尊い陛下をお守りしようと心を砕いている者が本領に非難され、叱責され、罵られ、何を言ってんだ。犯罪者の言いたい放題が許されるとあっては、一同の忠義の熱も冷めてしまいます。来たと、現に彼はこともあろうに、お妃様まで無礼千万な言葉で槍玉にあげたではありませんか。言い回しは凝っているが、要は奥崎様が彼を失脚させるために誰かをそそのかして偽証をさせたと言いたいのだ。私なら平気です。負け犬にも吠える権利を与えましょう。負け犬それあり、吠えろさ、わわ。思わず的を得たことをおっしゃった。確かに私は負け犬だ。だが勝った者に呪いやれ。私は汚い手に乗せられて負けたのだ。だから負け犬にも吠える権利はある。言葉尻を捉えるにも程がある。一日中聞かされては構わない。鈴木卿、あなたの囚人ならお任せします。公爵を連れて行け。警護を怠るな。あんなせん。こうしてヘンリー王は杖をお捨てになる。お体を支える足もまだしっかりしていないうちに、こうして執事会はおそばから叩き出されるのです。狼どもが真っ先にあなたを貪り食おうとうなりを上げている。これが急であってほしい。善良な王ヘンリーよ、私が恐れるのはあなたの凋落です。司徒卿、皆の英知が最善だとみなすことを実行するなりやめるなりするがよい。余が臨席しているつもりで。まあ陛下、議会から退席なさるのですか。この胸を一つ悲しみは溢れんばかりの流れとなって目からほとばしりそうなのだ。私の体は惨めな思いでがんじがらめだ。不甲斐なさほど惨めなものはない。はあ、叔父上、あなたの顔は名誉と真実と忠誠の縮図です。それなのに善良なグロスターよ、この私があなたの不正を認め、あなたの忠誠心に疑いを挟む時が来ようとしている。一体どんな不潔な星があなたの地位を妬んだのだろう。ここにいる大貴族や王妃マーガレットまでが悪意のないあなたの命を狙っているのだから、あ
あなたは彼らに、いや、どこの誰にであれ危害を加えたことはない。私は善良なグロスさんのことを嘆き、虐待もない悲しみの涙に目を曇らせて後ろ姿を見送るだけだ。彼のためになることは何一つできない。迷惑を結んだ敵の力はそれほど強大なのだ。私は彼の運命に涙しよう、そして嗚咽の合間にこう言おう。誰が反逆者であれ、グロスターだけは違う。陛下の様子を見てまいります。では私も行こう。諸教、主人のヘンリーは国家の大臣には冷たく馬鹿げた温情がありすぎる。本当に諸教、私の知恵などたかが知れているけれど、でも我ながら頭がよく回ると思えることがあります。それはグロスターをこの世からさっさと取り除くべきだということ。彼に対する私たちの恐れを取り除くためです。あの男を知らせるには実に賢明な策です。だが知らせるにしてももっともらしい口実が必要だ。法律にのっとって死刑に処すのがよろしいのでは。いや、それは得策とは思えません。王は彼の命を救おうと絶えず努力なさるでしょう。民衆も彼の命を救うため反乱を起こすかもしれません。しかもこちらが掴んでいるのは謀反の嫌疑のみ。死刑を納得のゆくものにするには根拠が薄弱です。ということは彼に死んでもらいたくないのだな。とんでもないヨーク、私ほど奴の死を望むものはない。このヨークには彼の死を望む大きな理由がある。ところで鈴木卿、そしてサマセット卿、心の底から思うままをお聞かせ願いたい。グロスター公爵を王の摂政にしておくのは、鶏を飢えたトンビから守ろうとして腹を空かせたわしにパンをさせるようなものではありませんか。そんなことをすればかわいそうな鶏の死は目に見えている。お妃様、その通りです。ならば狐に羊小屋の見張りをさせるのも狂気の沙汰ではありませんか。狡猾な人殺しとして告発されながら殺人が未遂に終わったというだけで有罪判決を先延ばしにしていいのですか。いけません。どうしても死んでもらう。あの男は狐なのだから。どうやって殺すか云々する必要はない。眠っていようが起きていようが方法は問題ではない。死にさえすればいいさ。先に策を巡らしたのはあの男だ。その男の先を越して抹殺するのは上策です。高潔この上ないサマセット、断固とした決意ですね。あなた方の承認と同意さえあれば死刑執行には私が手配しよう。私にも陛下のお身の安全が第一なのだ。お妃様、どうかご賛同。これは天に恥じない行為です。私も同感です。私もです。こうして我々4人が賛成したからは誰がこの判断に疑問を挟もうが問題ではない。申し上げます。何、アイルランドより大至急ご報告に上がりました。統治下のアイルランドで再び反乱が起こり、イングランド兵を剣にかけております。援軍を諸教、直ちに暴動の鎮圧を。そうないと傷口が広まり手の施しようがなくなります。今はまだかすり傷、治る見込みは十分にございます。またアイルランドですか。アイルランドの野蛮な歩兵殿が武器を取り、イングランド兵の血で大地を濡らしている。恐ろしい激戦の地へ向かうにふさわしいものは。よく公爵、各州から精鋭を集め部隊を率いてアイルランドに行ってくれませんか。陛下のお許しさえあればやりましょう。何、我々の決定が陛下の承認だ。我々が決めたことは何であれ陛下はお認めになる。従ってよく教育この任務を引き受けてもらおう。よろしい。では兵士の手配をお願いする。私はその間に。
身辺の整理をしておく。その役目は私が務めよう。ところで、あの不義不忠のグロスターのことかな。いや、彼の話はもういい。俺の邪魔にならないように私が手を打っていく。ではこれで切り上げよう。そろそろ日も暮れる。あ、サマステ君、すぐにそちらの兵士たちを送り出してくれ。今度は必ずだぞ。王妃の前で約束しろ。私はその間にアイルランド違う、間違いなく送り出す。よっしゃ。アイルランドへ。厄介者を追い払ったつもりか。やるなら今だ、ヨーク。なりたいものになれ。なれないならこのまま死んでしまえ。いいぞ、貴族ども。結構な策略だ。一個大隊をつけて俺を追い払ってくれるのか。あいにくだな、その策略は冬眠していた蛇を胸に抱いて温めるようなものだ。今にお前たちの心臓を食い破ってやる。俺に足りないのは兵士だった。それをくださるというのだからありがたく頂戴する。だがいいか、お前らは気違いに刃物を渡した。片やアイルランドに強大な兵力を蓄え、片やイングランドでは天も真っ暗になる嵐を巻き起こし、数万の魂を吹き飛ばしてやる。この破壊的な大嵐はいつまでも荒れ狂う。やむのはこの頭にいただく黄金の冠が三千と輝く太陽の澄んだ光のように、狂気から生まれた怒涛の騒乱を鎮める時だ。市民たちをけしかけ、イングランドに嵐の種をまいておこう。そして混乱で疲弊したところに軍勢を引き連れて、このヨークがアイルランドから戻ってくる。俺が借り入れをするわけだ。グロスターが死ぬべくして死ねば、いよいよ。俺は